いや、そして何より岡田和親にとってみますと、この試合敗れれば自身の G1 が終わってしまう、そんなプレッシャーのかかる場面でもありました。いや、読み合いの速さがすごかった。もう帰ろうとしてるけど、お客さん、これは欲しがってるよ、言葉聞きたいですよね、はい、欲しがってるよ。メディオンアリーナ大阪に詰めかけたファンは岡田和親の言葉を待っていますが、いやいやいや無理でしょうと、あんな試合の後です、無理でしょうと、しょうがないなということなのか岡田和親。さあ、これで何勝目なんだ、果たして何勝目かな、何勝目になりますか。ちょっと岡田本人に聞いてみますか。そうですね、何勝でしょう、何勝だ、信じられない、信じられない、こんなにきつい戦いしたのに、俺がまっすぐ帰ろうとしたら帰らせてくれない、大阪のお客さん、俺は信じられない。みんな不信です。そんなに俺が余裕で勝ったように見えますか。そんなに俺が強かったですか。そんなに俺がかっこよかったですか。じゃあ言います。お、どんだけ貯めるんだよ、もうマジでフラフラしちゃった。順調じゃない、岡田和親、順調じゃない、もうみんなが思ってる岡田和親に戻ってきたんじゃない。でもさ、俺別に前の岡田和親ぐらい強くてかっこいい岡田和親に戻ろうなんて全く思ってないんだよね。もうね、いくつか上行くよ。俺が上行くってことは新日本プロレスが上行くってことだから、まあ G1 予選あと一つ、岡田、棚橋、岡田、ロッキーも岡田、みんなやめて、棚橋さんがかわいそうだから。まあ棚橋さんにはかわいそうだけど、日本武道館初日岡田勝って優勝します。もう満足してくれた、早く座りたいんだよ俺は。というわけで大阪の皆さん、今日はどうも、赤星さん。よいしょ、タイトルマッチなきゃいつないのね。ああ、さすが G1 クライマックス。ああ、やっと座れた。ああ、きつかった。みんな強いね。G1 クライマックス、こうやって、いろんな短期間で、いろんな選手と戦って、みんなの強さってのを、肌を持ってね、感じて、そして、その思いをいく、岡田和親、もっと強い。改めて、
罪の男だよ、まだ監視官ってのは。まあ、あとは、くそ、きつい。まあ、まだ、J も可能性あるんですかね。J が勝ったらもうダメってことですか。そうです。まあ、自由があって、岡田が負けたら、自由があったらもう自由いっちゃうってことですか。そうです。はあ、マジか。でも、自由が勝っても、棚橋さんがいっぱいだと棚橋さんです。ほう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 。岡田選手は自由選手が引き分け以下で、かつ棚橋選手に勝利することでしょう。まあ、岡田勝つしかないってことでしょう。そうです。はあ、どっち見て答えはシンプル、うん、まあ J が勝ったとしても別に同じケオスですから、 J に決勝にね、そうなったら行ってもらいたいし、うん、ね、J は好き放題やってるけども、うん、G はクライマックスらしくない戦いをしてるのかもしれないけど、それはね、まあしっかり後で終わったらまた話し合いでも戦ってでも分からせてやればいいと思うんで、まあ G が勝ったら勝ったで俺の夏はおしまい、まあ、俺は勝つしかないんで勝ってね、俺が今年のテーマは何でしたっけ、笑顔です。そう、俺が笑顔で終わらなきゃみんな笑顔で終われないでしょ、そしたら、そしたら大丈夫でしょ、熱盛もらえるでしょ、総理よし、熱盛もらえたし、あとは優勝してもう一回熱盛もらわなきゃ、笑顔になってしまった。ありがとうございました。